海の周りにおる方は宝物がいっぱいあるよって言ったように、まあ、言っておる方もおいでました、昔の方は。だから宝であるから大事にその宝を利用しないと価値があるよというようなことのであると思うんですけどもね。名前は、戸谷良一です。で職業は上山製塩という形で製塩ですね、塩作り。こういった塩作りの製法というのはどこ世界どこでもなく、まあ、この能登半島にしかないと。もうそうですね、伝統一応継承してますので400年以上のね、今年で23年になります。3トン半かける今やったこの年数かければ大体それはこれだけ部分で作ったのかなというような思いであるんですけども、大体朝ですね、まあ、4時半頃からここに来られて、そしてまず海水を汲み上げて、そして海水を撒いて、大体僕らが聞いてるのは100坪の氷砂で約70リッターの桶を担いで、それが19回1トン200から大体120キロの塩までいうことです。砂が乾いたら乾砂を集めて、そしてそれを箱の中に入れてから、また上から海水を注いで砂に付着している塩分を濃縮するわけですね。ミネラル成分が違うんじゃなかろうかというふうに私は思うんですけども、まあ、やっぱり鉄分か何かそういうのが含まれているということで、ミネラルのあれが違うんじゃなかろうかというふうに思うんですけども、大体6時間ほど煮詰めますと、1週間働かないとその600リッタル の, その海水、濃い塩水が取れないということですね。釜屋の中にもしろを引いて、そこに休みながらやってたんですよ。揚げ山の塩というのは海水を利用しますので、料理に使う塩ですね。味というのはまろやかなしょっぱみがあって、舌触りが滑らかで一番僕はいいんですけども、おにぎりに一番適しているんじゃなかろうかというふうに思っています。皆さんいい塩を求める傾向があるということで、年間これ他に2カ所ありますので、僕の目指しているのは大体2カ所20トン12トンほどは取れると思っているんです。このちっちゃい頃からね、花行きますと、園児からどうして塩ができるのとか、この塩水が宝物だよって、まあ、それに言ってるんだけど、